ジュリオ・セザル・ソアレス・デ・エスピンドラは、ブラジル、リオ・デ・ジャネーロ州、ドゥケで、カシアス出身の元サッカー選手。元ブラジル代表。現役時代のポジションはゴールキーパー。ジュリオ・セザール、ジュリオ・セイザルと表記される場合もある。1997年に、地元のクラブである CR フラメンゴでプロ契約。2000年に定位置を奪取すると、2005年までに130試合に、 出場した。2005年1月14日に、イタリアのインテルへ移籍した。しかし、EU 外選手枠の関係から1月16日に、AC キエーボベローナへ期限付き移籍する。キエーボでは、出場機会がなかったが、インテルでは1年目の2005から06シーズンから、監督のロベルト・マンチーニの信頼を得て、フランチェスコ・トルドのポジションを奪い政治 k の座を確保。 このシーズンから始まったインテルのリーグ5連覇に貢献した。2008から09シーズンにジョゼモーリーニョが監督に就任してからも守護神の座を譲らず、2009から10シーズンはリーグ戦全38試合にフル出場。UEFA チャンピオンズリーグセリエ A コッパイタリアの3冠獲得に大きく貢献した。2009年にインテルとの契約を2014年まで。 延長。2009年と2010年には、セリエ A 最優秀 GK 賞を、2010年にはさらに UEFA 最優秀 GK 賞も受賞した。またこの頃の活躍を、ジャンルイジ・ブフォンやジャンルカパリューカも称えている。また、2009から10シーズン終了後に、トルドが現役を引退したため、翌シーズンにより、背番号1番を引き継いだ。2012年、ウディネーゼから、 サミール・ハンダノビッチが移籍してきたことや、原稿提示を受け入れなかったこともあり、背番号1番を剥奪されて構想外となり、双方合意の上で契約を解除した。2012年8月29日、イングランドのクイーンズ・パーク・レンジャーズ FC と4年契約を結んだ。背番号は33番。 同じく新加入のロバート・グリーンが8月17日のスウォンジーとの開幕戦でご失点するなど不安定なパフォーマンスを見せていたための緊急補強となった。9月15日のチェルシー戦でデビューを飾るとビッグセーブを連発し0から0のスコアレスドローに持ち込んだ。2014年2月14日、QPR 時代のチームメイトであるライアン・ネルセン。 引き入るメジャーリーグサッカーのトロント FC へレンタル移籍した。2014年8月19日、SL ベンフィカがクラブの公式 HP で2年契約を結んだと発表した。加入後にシーズンは出場機会に恵まれていたが、2016年頃から怪我に悩まされ、始まれ、また同胞でもあるエデルソンの対等などもあって、出場機会が減少。 2017年11月28日にベンフィカとの契約を双方合意の下で解除した。ベンフィカ対談から約2ヶ月後の2018年1月29日、フルス CR、フラメンゴへ3ヶ月間の契約で加入。13年ぶりの復帰となった。4月21日、現役最後となった試合を無失点で抑えた。ブラジル代表では2003年からジーダの控えとして、 ブラジル代表に招集されるも、出場機会は得られずにいた。コパアメリカ2004では、政治 EK となり、初戦のチリ戦で代表初出場を記録すると、全試合に出場。決勝のアルゼンチン戦では、PK 戦で、最初のアンドレス・ダ・レッサンドロのシュートを止め、ブラジルの優勝に貢献した。その後も、ジーダやマルコス、エウレリョ、ゴメス、ロジェリオセニ。 ドニラと共に代表に招集され、2006年、ドイツ W 杯に向けて、互角の政治系争いをした。結局はジーダに、政治系の座を譲ったが、ドイツ W 杯後にジーダが代表を退いてからは、即座に、政治系の地位を確保した。南アフリカ W 杯のメンバーに選ばれ、チームは準々決勝のオランダ戦で敗れたものの、彼自身は、 決勝トーナメント1回戦まで2失点、オランダ戦での2失点の、計4失点の成績を残した。南アフリカ大会以降は代表から遠ざかっていたが、2012年末に代表監督に就任したルイス・フェリペス・コラーリーからの信頼が厚く、すぐに代表の政治家に復帰した。母国開催となったブラジル W 杯にも選出され、 決勝トーナメント1回戦の地位理戦では、PK 戦で2本のセーブでブラジルを勝利に導いたが、準決勝のドイツ戦で7失点、3位決定戦のオランダ戦で3失点を喫した。これにより、クラウディオ・タファレルが保持していた、ブラジル代表ワールドカップ最多失点記録を18に更新することになってしまった。大会後、ブラジル代表からの引退を表明した。ありがとうございます。